んか調子が悪い気がする携帯。あんちゃんさんお疲れありがとう。止まってる？嘘。多分もう直った。こんばんは。カピバラミキヤさん、ありがとう。雨。ありがとうございます。今日もかわいい、ありがとう。ゆうくんさん、だるま、ありがとう。ボッツさん、かぼちゃ、ありがとう。入りました、動いた。お、よかった。ふうくんさん、ハート、ありがとう。しみさらの犬見たよ。写真だけど。デイビッドさん、お花、ありがとう。エイティロクさん、キャンディ、ありがとう。てるてる坊主さん、ハートありがとう。ライオンさん、ありがとう。雨。完璧の DMM を、本当に嬉しい。なんか発表されてる？サイトで STU の。されてない？パフォーマンス素敵、嬉しい。ありがとう。あ、動いた、よかった。てるてる坊主さん、ハートありがとう。ほのたんさんのイベント、そんなのあるの？いや別にないけど、聞いてみただけ。待ってたのに出遅れ。お、こんばんは。だ、エタ島？エタ島？ツアーいいね、楽しそう。やりたい、どっか行きたい。ふうくんさん、ありがとう。だるま、えたじま、くりちゃんさん、キャンディー、ありがとう。今日あれ持ってきたね、リトちゃんのスペイベの登録、いつなんだろう、いつなんですか、いつなんですかね。なんか壇上に6人しかいない。まだ調子悪いのかな。1位の人と4位の人がいない、5位もいない、6位もいない。2、3、あ、増えた、増えました。バラ投げ魔女さん、ありがとう。今日指怪我したの、見て。指怪我しました。アリカチいるの？なんかね、割れた指が。怖っ、指が割れちゃった、怖いよ。そう、絆創膏マネージャーさんがくださった、嬉しい。ハンドクリームね、塗らなきゃだ。日焼け止め塗っちゃう、まだ未だに。そう、乾燥してるから割れた指が、怖ね、最近乾燥してる。もう冬だから、
今日だってこのニットに薄めの上着着てったもん。寒すぎて。寒い。今日寒かった。外結構。ね、寒くなってきた。夏じゃなくても、でもね、もう顔以外塗らないかも、あんまり。なんかもったいないしさ、ベタベタするじゃん。塗らない。長袖だからいけないかなって思っちゃう。手と、ここの手と顔にしかね、塗らない。前まで30度超えてたの？それはやばい。ね、時の流れ早い。今日パセリと一緒だったんですけど、パセリとももうオーディションから1年だって話をしてて、めっちゃ早いなってなった。ニベア使いましょう。確かにニベアあるよ。そこにあるんじゃない？あった。ニベアヘアゴムがついてる。これまだ開けてない。2本目。ニベア、なんかなんか色間違えたかも。いや間違えてないか。これだっけ今使ってるやつ。うん、トルティーヤなんで知ってるの？パセリのメール取ってるの？なんでトルティーヤの話知ってるの？パセリがメールに書いたのかな。あ、ニベアの、ん？ニベア？ニベア？ニベア缶？ニベアの缶。青缶でしょ、青缶。あるよね。あるよね。ハトムギ化粧水もね、まだ使ってる。というかもうあれ1年使ってる。だってレイカが広島に来た時に買ったから、あ、まだ1年じゃないか。12月とかに、そう、買って、それでそのまま、まあね、こんぐらいでかいね、ボトルだから、全然なくならない。減らない？減らないよね。ネカちゃんしか見えとってない。そうなの？嬉しい。ありがとう。ニベアの青缶、あれもね、あれは実家にならあるか。実家にならあるけど今は持ってない。今日めっちゃ寝たのに、なんかめっちゃ眠たい。今日起きたら、起きる予定だった時間より3時間ぐらい遅くてびっくりした。冬ってさ、余計寝坊が怖くない？余計寝れないよね。ん？余計起きれないだ。余計起きれないくない？寒いと。で、まだね、毛布しかないからさ、眠たい。間違えた。寒いなって思って。お布団あるんだけどね、なんか可愛いお布団買いたい。茶色ブラウンの、なんかベッドが白で上のとこが茶色で、毛布もなんか白と茶色のやつなんだけど、なんかお布団も白にしたい。茶色でいいんだけど、なんか白の方が可愛いか。ね、分厚いやつあった方がいいよ。なんかあるんだけど、なんかね、なんかね、形が汚いんだよね。なんかね、まっすぐじゃないの。からね、まっすぐのやつがいいなって。確かに島村にありそう。買おうか。なんていうの、なんか中身が汚いの。
なんか汚れてるの汚いじゃなくて形が汚いの。うん、ラジオ楽しみ。いいね。楽しみ。23日かな RCC さんは。ぜひぜひ聞いてください。なんかさ、お布団のカバーの中に固定するじゃん、多分。なんかそれが多分固定できてないのかな、なんか変なんだよね、形が。24か、24だし、あ、23じゃなかったっけ、あ、24、わかんない。ね、かわいいお布団着たい。白がいいな。なんか綺麗に見えるくない？住み子暮らしの、そうなの？欲しい、かわいいそれ。え、でもお布団はね、柄やだ。白がいいな。なんかぬいぐるみがね、いっぱいあるから、柄じゃなくてシンプルな布団でぬいぐるみを置きたいな。紐で固定できる。そうなの？なんかね、多分ついてるんだけど、紐なんか多分間違えたのかな。わかんないけど。あ、そう、岩壁ライブ7時に発表って書いてあったから、もう発表されてるのかなと思ってた。こんばんは。完璧ライブ何回目だろう、次4回目か、まだ。あ、ね、配信の、そう、リトちゃんの公演の方がね、そう、なんかなくってめっちゃ悲しい。なんでだろう、忙しくなるからかな、みんなが。悲しい。なんかみんな忙しそう、すごい周り。4回目、楽しみ。配信の、そう、公演じゃないとさ、ない、ん？ DMM さんのやつじゃないとない曲もあるから、完璧も楽しみだけど、普通の公演もやりたかった。でも千穂さんとみゆみゆさんのソロ公演があるよね。楽しみだね。見に行ってみたい、直接。確かに本格的に寒そう、確かに。寒いかな。なんか逆にお昼の方がいいかもね。四国さんと一緒だ、今回11月か。いつもスタジオちゃんとだから。え、夜じゃないよ、4時半とかだよ。え、暑いかな、寒いよ絶対。え、寒くないかな。寒いがいいな。でもなんだかんだ汗かきたいから、暑いのもいいんだけど。寒いのがいいな。日中だから暑いかな。楽しみ、頑張りましょう。11月7日、
あと今日21、あと3週間ないぐらい、2週間ぐらい、2週間ちょっと。寒いかな、みんな寒いとか暑いとか言ってね、当たってほしい、みんな。レイカ推しの方がいますように、当たりますように。いけないの、悲しい。そう、7日土曜日ですね、今回。日曜日がスタジオさん、ミニスタジオちゃんとマイカーさん、ピンマイカーちゃんかな。楽しみ。で、顔推しの方がいっぱい当たってほしいね。確かに夕方だから、寒いんじゃないかな、さすがに。びっくりしたよね、10月の寒ん暑くて。思ったより暑かった。でも来月はもう寒そう。だって3週間後だよ、2、3週間後。2週間ちょっと。だから、結構寒そうじゃない？そう、前暑かった、本当に。なんかさ、しかも眩しかったの、めっちゃ。前で、立ち位置が前の時はめっちゃ眩しくてびっくりした。目がね、開かなかった。でも、岸壁は、船じゃないから揺れないからさ、なんか揺れるのもいいけど、揺れないから安定するよね、足が。大好きな人の時とかカタカタしないでいい感じになる。うちは見えるよ、多分見えるよ、見える。毎回岸壁は船酔いあんまりしないけど、あんまり揺れてるとわーってなる。うん、暖かくしてきて、なんかロンティーとかに上着も一個持ってっとけばよくない？パーカーとか何がいいんだろう、どんな服。なんか11月ってさ、何着ればいいのか分かんないよね。ニットさ、今日ももう着たけどさ、まだ早かったかなとも思う。でも寒いもんね、寒いもんね。パーカー？パーカー欲しいな。パーカー、そう、ちょっと前からさ、昨日も言ったんだけどさ、韓国ドラマをずっとね、ずっとじゃないけど見てるからね、なんか韓国の女の子が可愛いと思って、パーカー可愛いなって思った。韓国っぽいお洋服ってめっちゃ可愛いよね。暑くない？暑くないか、コート、コートいいね、コート、ロングコートがいい。そう、韓国ドラマめっちゃ面白い。17kg、あ、なんかあるよね。わかるよ、レイコも。だけどあんまり買ったことない。てるてる坊主さん、とうとう、ありがとう。なんか韓国のブランドとかあんまり詳しくない。そう、韓国語の勉強になるの。そう、それなの。それ。ロングコートにスーツ、いいね。かっこいい。これオーディションの時の配信の時も着てたの知ってる？思った人いる？絶対ないでしょう。
これ去年も着てた。タピオカとかやってた気がする。ニットふうくんさん、ハートありがとう。当時は生まれてません。今そうなの、そうなの。86さん、かわいい、ありがとう。あ、そういえば適当。クリちゃんさん、雨ありがとう。この時ポニーテールしてた。で、ポニーテールしてた気がする。なんかめっちゃ覚えてる。懐かしい、キョパセリとオーディションの時の話ずっとしてた。でもその時はね、パセリと喋ったことなかったんですよ。喋ったことなかったけど、そう、やっと喋るようになった。12月になってから。キャッチフレーズ紹介のビデオ、何それ。キャッチフレーズ紹介のビデオ、なんだそれは。加藤さん、ありがとう。お花、あ、中間発表会1年。そうなんだ。あ、だから今日みんなもしって言ってたんだ。友達がれいか中間発表の日もし受けてたから。すごい、なんか懐かしい。パセリの第一印象か。覚えてないの。どうだろう。でもあんまそんな喋る子だと思わなかったかも。結構喋ってくれるパセリ。あ、友達と出てたやつはね違うよ。あれは黒いワンピース着てた。ピンクの首元フリフリみたいな服。どれだろう、ピンクの首元フリフリ。どれだろう。どれだ、あ、そう、ラグビーのコスプレじゃないけど、コスプレみたいな、コスプレじゃないんだけど、ラグビーのユニフォームっぽいやつを着た。着たよ。懐かしいね。お話し会とかでさ、でも寒いわ、お話し会。うさ耳持ってるよ、レイカ。ほら、うさ耳持ってきつけようと、そう、つけようと思って持ってきたの。じゃん、うさ耳。耳、懐かしい。なんか髪の毛がボサボサになっちゃった。耳見えない。でもよいしょ、耳、うさ耳見えない。そうそう、この服着てたのね。見えない、うさ耳。見えない。なんかあの時も見えなかった気がする。
オーディションの時は見えないって話してるけど、顔傾けたら確かに見えない。直樹さん可愛い、ありがとう。なんで見えないの？これをもうちょっと遠くにして映画が下がれば見えるんじゃない？よいしょ。うん、ちょっと見えた。全部見えないけど。うさぎ。コメント見える、ちょっと見えないけど見える。うさぎ懐かしい。うさぎつけてた、かわいすぎる、嬉しい。ありがとう、ありがとう。ヤワさんかわいい、ありがとう。ライアンさんかわいい、ありがとう。ヘティ6さんありがとう。アランゲランヌさんありがとう、かわいい。ありがとう。高校生かと思ってた、本当に大学1年生ですよ。ぎょうさんありがとう、あんちゃんさん、デイビッドさんありがとう、こっちさんありがとう。みんなギフトくれるじゃん、かわいいね。ライオンさんありがとう、カピバラさんありがとう、ミキヤさん、アメパク、アミメロさんありがとう、こんばんは、こんばんは。初見さん、直樹さんありがとう。懐かしい、うさぎ本当に1年ぶりとかだ、つけるの。つけたっけ、その後つけてない。直樹さんハート100個ありがとう。髪めっちゃ伸びたくない？なんか伸びたなって思う。今れか人生で何番目かに長いと思う、今の長さ。めっちゃだって今もう胸下ぐらいまである。ファーストラビット踊ったことあるよ、あのね、お披露目公演と、あとなんだっけな、舞浜で踊った。ふうくんさん、ハートありがとう。踊りません。伸ばしてる、ちょっとだけ。でもね、あんまり長いのもね、好きじゃないからね。お腹、おへそより上ぐらいかな。今がね、多分、こんぐらい見える？見えない。ほら、ここまであるから、もうちょっと伸びたぐらいでやめる。でももうすぐね、切るの。ちょっとだけね。本当に、2センチとかだけ切る。もう毛先がパサパサなので。
めっちゃ長いね、なんか長いわ長いわ。だってでかこんぐらいだった気がする。去年の冬とか、去年の冬こんぐらいだったよ確か。お披露目の時とかこんぐらいだったくない？こんぐらいだった気がする。あー確かに宣材写真、アーシャアーティスト写真撮り直すのかな、あれ1年に1回ぐらい。次あれかな、でも研究生のうちはずっとあれか、昇格いつかなんか数年後とかにする時かな。あシングル出たら変わらないよ、 STU はシングルごとに変わらないと思う多分。そう1年に1回とかしか変わらないのよ変わらないんですよ。あそうそう AKB さんだと思う、そう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  AKB さんは多分毎回変わってる気がする。あ、ギョウさん、タバはこれ、クマありがとう、ウサギタバ嬉しい、ありがとう。なんかめっちゃ、ん？おとついじゃない、昨日も書いてあるのよ、ありがとう、めっちゃくれるじゃんありがとう、嬉しい。AKB も年に1回、え、そうなの？それは知らない。そうなんだ。どこが変わるのじゃ。うさぎこのタワーも初めてもらった気がする、ピンクのハロウィン、めっちゃ可愛い、嬉しい。タワーたんだ AKB さん。 STU は1年に1回かな多分、多分多分。あ、SK さんね、そうだよね。制服衣装、どれだろう。青い制服のやつかな。水色制服？できた。
ました。あ、シール貼ろう。でもそういう昨日言ってたよ。あ、クマちゃんあった。ちょうどちょうどクマちゃん、クマちゃん貼る場所がない。とりあえずよいしょ。ヨウさんありがとう。ありがとうございました。いっぱいなんかめっちゃ最近もくれたからめっちゃ連続でありがとう。朝耳映らない、映る？映った？ありがとう、ありがとうございます。よいしょ。ね、うさぎと、あ、いい、よかった、よき。うさぎの、いいね、うさ耳つけてる日にボード、なんだっけ、タワーノートかけてよかった、ありがとう、ありがとう。なんかアイシャドウの筆が出てた。そう、うさ耳とでもやっぱこの距離だと 目が見えないじゃない。コメントが微妙にぼやぼやしてる。お目目良くなりたい。もうならないけど、多分悪くなる一方だけ。良くなりたい、良くなりたいね。毎日うさぎつけない、つけません。おめめは3、あ、そうなの、3歳がいいの。コンタクトはそうだよね、なんか目悪くなりそう、余計元が。うん、ライオンさんタワー、これもありがとう。いいの、ありがとう、嬉しい。2個目だ今日、嬉しい、ありがとう。緑、これも初めてもらったっけ。なんかクマちゃん今いっぱいいるの、何色もいるの。昨日クマ屋さんにもらったやつと、今日亮さんにもらったやつと、今ライオンさんにもらったやつで、全部色違う気がする。多分かわいい、ありがとう。あ、3種類いるの、じゃあ全部もらえてる、嬉しい、ありがとう。かわいい、クマちゃん。サインに書くのがちっちゃくなっちゃう。
けました。よいしょ。シール貼ろう。何にしよう。これなくなっちゃったら、もうできない。くまちゃんなくな、あ、かわいいのがある。貼れるかな。大きいやつ。こんばんは、こんばんは。めくれん、絆創膏で。できたん。ライオンさんありがとう。ウサギは見えない。ありがとう。ありがとうございました。パチパチパチ。クリームソーダにした。かわいい。ありがとう。ありがとう。約束絶対だよ。あ、アランゲランヌさん、いいの？なんでいいの？ありがとう。なんで、なんか記念日じゃないのに。全然ありがとう。アランゲランヌさん嬉しい。ありがとう。ね、くまちゃん全部スクショしよう。かわいい。待って、みんなコメントしないで。みんな一瞬コメントしないで。みんな一瞬コメントしないで。みんな一瞬コメントし、あ、うん、できた。ありがとう。いいよ、コメントして。嬉しい。ありがとう。アランゲランヌさん、アランゲランヌさん、パチパチ。ね、いろいろくまちゃんいる。3匹全部ありがとう。スクショした、ちゃんと全部上に載ってるやつ。確かにぬいぐるみかわいい。くまちゃんいるよ、ちゃんとまだ。コウモリ？ほんとだ、赤いくまちゃんにコウモリがいる。よいしょ。ベーグル好きだよ。食べる、最近食べてないけど好きですよ。こんばんは、遅刻しました。こんばんは。もうすぐ終わるけど、ありがとう、来てくれて。サーピョン可愛すぎる。ありがとう、嬉しい。あ、シール貼ってない。また何にしよっかな。
いい感じの。いい感じのを探す。うん、これでいいや。かわいい。よいしょ。かわいいの見つけた。入るかな。佐藤新さん、ハートありがとう。よいしょ。アランゲランデさん、ありがとう。待って、ハート書いてない、ここに。ハート。よし。ウサギが見えない。ありがとう。ウサギ。ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。パチパチ。三つも、ギョウさんとライオンさんとオランゲラングさん、ありがとう。かわいい。嬉しい。ありがとうね。嬉しかった。ずれてきちゃう、これ。縮小して、ありがとうございました。かわいい、ありがとう、嬉しい。ラブユー、ラブ、レカもみんなが好き。ありがとう。好き？本当に？レカも、レカもみんなが好きです。一大さん、めっちゃ可愛い。ありがとう。大好き、本当に？レカも大好きだよ。トシンさん、ハートありがとう。なんか大好き丸って大好き感がある。伝わる？丸が。ライオンさん、かわいい、ありがとう。よいしょ。前髪さ、もうずっとさ、なんかこういうさ、なんかまっすぐにしようかめっちゃ悩む。なんかもうすぐさ、もうすぐではないかもしれないけど、また次の魔女神のさ撮影があったりするじゃんね、多分きっと。かわいい丸、ラブい丸。ありがとう。こんばんは。そう、うさ耳をつけたの。どう？で、そう、撮影とかあるじゃんね。どうしようと思って、なんかこの濃い前髪でもいいなって思い始めたんだけど、でもなんかやっぱりアイドルっぽいさ、めっちゃキュインってしたのも好きだから迷う。他の濃い眉内は本当に。エイティ六さん、かわいい、ありがとう。くまやさん、かわいい、ありがとう。その前髪の方がいい？どうしよう、迷ってる、すごい。どっちの方が好き？曲がってる方が好き？化けてるやつの方がやっぱり好きなのかな、みんな。どっちが好き？ん？くまやさん、タワーいいの？昨日ももらったよ、嬉しい、ありがとう。めっちゃタワー当たってる、今日かわいい、嬉しい。優勝した。ありがとう。このさ、タワーもくまちゃんいるからさ、くまちゃんが
4つも嬉しい、ありがとう。こんなタワーもらうの、もらうときないレイカ。クマがいっぱいあったからありがとう、嬉しい。お仕事だったの今日は。今日も熊谷さん、あ、なんか何を思ったのか熊谷熊さんになっちゃった。熊谷熊さんありがとう。ありがとう。まだ職場なの？大変じゃん。いや、頑張ってね。耳の目が見えない、耳のクオリティなんかついてるよね、お花。これイースターのねやつだったの、確か買った時。そう、うさ耳つけててね、みんながくまちゃんをくれたの。うさぎのタワーあったりね。ねなんでさ、ショールームさんってくまちゃんなんだろう。いや、くまちゃんも可愛いけど、全然うさぎもさ、いつかイースターの時とかさ作ったら可愛くない？うさぎのギフトみたいな。前のさ、イースター3月とかってどんなのがあったっけ？卵とかあったっけ？なんか確かあんま覚えてない。あ、ウサギいたっけ前のイースターの時。どうなんだろう。クマヤさんのシール、パフェ貼りたい。あ、貼れるかな、いける気がする。出た、ハートなくなったけどいけた。くまやさんありがとう。うさぎが見えない。ありがとう、くまやさん、いつも本当にいっぱいいっぱいありがとう。うさ耳記念ありがとう。こちらこそ。ありがとうございました、くまやさん。よいしょ。めっちゃそう、ほら前に倒れてきちゃうの。なんでだろう、緩いのかな、もうここが。できた。え？お城いいの、ゴッツさんありがとういいの、ありがとうだけど、ありがとう嬉しい。でもめちゃくちゃありがとう、ゴッツさん本当にありがとう。だってスクショし直そっと。よいしょ、できた。5個並んでる、ありがとう。
かっこいいみんなありがとうめっちゃ面白いしかっこいい、ありがとう5人とも。くまやさんありがとう、こちらこそありがとう。りょうさん、ライオンさん、ゲラヌさん、くまやさん、ごっつさんありがとう。書きますね。タナさんかっこいい、ありがとう。みんながかっこいいね。今日はごっつさんでお城、なんかお城久しぶりに見た気がする。アリがお城タワー、これってお城、お城か、お城を、日本語が難しい。そう、壇上がにぎやか、めっちゃみんなが優しいのとかっこいいのと面白くてみんながくれたの。チーズ貼りましょう。どれにしよう。シールなくなってきた。どれがいいかな。お城、でもお城っぽいのはないな。ハート、あ、入る。これにしよう。お、めくれん。うん、めくれた。ああ、めくれない。よし。ハートできた。ごっつさんありがとう。あ、スクショ、ありがとう。ありがとう、ごっつさん。見てる？ちゃんと。ありがとう、みんな。とはいえ、パチパチ。こちらこそパチパチ。ん？こちらこそパチパチ？パチパチ。パチパチでした。ありがとう。ありがとう。またうさ耳するね。じゃあ明日もうさ耳して、そしたらみんながタワー5個立ててしませんよ。しないよしないよ。じゃあ壇上よも。13位、タナさんありがとうございます。12位 TM さんありがとうございます。11位てるてる坊主さんありがとうございます。10位
86アットレカタンになるさんもありがとうございます。9位奈良西丸一アット奈良県さんもありがとうございます。8位のうさんもありがとうございます。7位角さんもありがとうございます。6位デイビッドアットレカオシさんありがとうございます。5位ライオンさんありがとうだわ。くまちゃんありがとう、ありがとうございます。4位オランゲランヌさんタワーありがとう。くまちゃんありがとうね、ありがとうございます。3位りょうあと2年もずっとレカタンしありがとう、ほんと信じるねタワーもありがとう。りょうさんありがとう。2位はゴッツさんありがとう。タワーもくまちゃんお城かタワーお城タワーありがとう。1位はドリドリドリロンちゃんくまやさんありがとう。くまやさんのタワーはタワーありがとうくまやさん。パチパチパチ2日連続もありがとうね、本当にありがとうございました。皆様もちろんタワーじゃなくて普通に見に来てくださってる方ありがとうございました。ではではまた明日ね、バイバーイ、ありがとう、バイバーイ。